おはこんばんちは、ちゃんまつ TV です。PF200 レッドベアを入手したのは、前回の24系客車の廃車改装で言いましたね。そもそもなぜ DF200 が登場したかというと、DD51 の出力不足による充電の解消と、老朽化による置き換えのためなんです。さてさて、2015年3月12日にトワイライトエクスプレスが運転を終了し、定期運用から臨時に変更された寝台特急北斗星が、2015年8月22日に運行終了し、寝台特急カシオペアと、夜行急行のハマナスも2016年3月26日付で廃止され、運用がなくなった DD51 は、ミャンマーに譲渡されることになりました。ということで、今回は、2016年7月3日から4日にかけて行われた、DD51 の80連の公衆輸送を、プラレールでやってみたいと思います。では、行きまーす。引率機関車は DF200 の63号機になります。1両目 DD51 の1102号機、2両目 DD51 の1143号機、3両目 DD51 の1140号機、4両目 DD51 の1138号機、5両目 DD51 の1100号機、6両目 DD51 の1093号機、7両目 DD51 の1095号機、8両目 DD51 の1148号機。それでは全部つなげてみましょう。どうでしょうか？ミャンマーでも活躍期待しています。フル編成にしてほしい列車や改造してほしい列車が、採用されなくても、泣いたりわめいたりしない人だけ。この後の走行動画をご覧ください。